伊勢の海部屋のいただきです。今日は秋が旬の食材を使って、鍋とおかず2品のちゃんぽを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。まず用意してもらうものは、スープ、水 1.4 リットルに対して昆布1枚、だいたい30分ほど、水で戻しています。はい、続きまして、肉団子の材料の紹介です。鶏肉のひき肉と豚肉のひき肉を、400、400の 800g、 にんにく、生姜すりおろし、下味用の味噌、長芋をすりおろしたもの、レンコンを、みじん切りしたもの、うまみ調味料、卵、いりごま、そして砂糖です。キャベツ、もやし、油揚げ、きのこは、しめじ、まいたけ、えのき、玉ねぎ、人参、それとさつまいも、豆腐、水で戻したわかめとニラになります。続きまして調味料です。調味料は、だし醤油、だし醤油がなかった場合はめんつゆで構いません。あと味噌、みりん、ごま油、あとバターです。それでは肉団子の具材をすべて合わせて混ぜていきたいと思います。結構混ぜたところで、少し柔らかすぎて、鍋に入れて崩れてしまう場合があるので、片栗粉で補強します。はい、鍋を沸かしていって、沸騰する直前に昆布を取り出します。昆布を取り出したら、こちらの肉団子を入れていきます。スプーンで形を整えて一口ほどの大きさで鍋に入れていきます。はい、鍋に団子を入れ終わったんですけど、ちょっと少量を作るのに慣れていないので肉が余ってしまいました。こういう時はジップロックに入れて冷凍しておくと、いつでもまた使えるので便利です。強火だと肉団子が煮崩れしてしまうので、弱火で10分ほど火を通していきます。肉団子に火が通ったので一回、肉団子をどかします。アクを取ってから、根菜、煮えづらい野菜から、入れていきます。で、味噌も入れていきます。はい、調味料を入れ終わりました。ポイントとしては、あんまり味噌をケチってしまうと味噌汁みたいになってしまうので、味噌をちょっと多めに入れて濃い味にして、でみりんで甘みを効かせる感じにしてください。はい、鍋が沸いたら、野菜を入れていきます。まず玉ねぎ、きのこ、団子を入れて、上にバターとごま油を垂らして完成です。あとニラですね。完成です。お味はどうですか？美味しいです。ありがとうございます。はい、汁だけになったら、締めにラーメンがおすすめです。ラーメンがなくなったら次は、おじやにします。はい、それでは秋の味覚を使ったもう一品おかずを作っていきたいと思います。部屋にサンマの差し入れをいただいたので、もう一品サンマの唐揚げを作っていきたいと思います。用意していただく材料はサンマ、片栗粉、油、塩、コショウ、ポン酢、大根おろしです。はい、それではサンマを唐揚げ用にさばいていきます。まず頭を落とします。そしたら、ここから包丁を入れて内臓を出します。
すと内臓が取れるので内臓を取って水で洗います。はい、内臓を取って、きれいに洗ったら、しっかりキッチンペーパーで拭いてから半分に切ります。そしたら全体に軽く塩コショウを振ります。なじませます。はい、こんな感じです。はい、それでは、熱した油にサンマを入れて唐揚げにしていきます。だいたい中火で4分から5分ほど揚げていただきます。そしたら最後ちょっと火を強くしてカリッと仕上げて取り出して完成になります。はい、大根おろしを添えてポン酢をかけたら完成です。